錦鯉長谷川です。はい、占い師の大石です。お願いします。誰だてめえは。長谷川じゃねえな。今かなんか入れましたけどね。いやいや、なんか頭の形的には全然いいかも。このシルエット問題なかったと思うんですけど、言わなきゃ気がつかないと。そうですね。いや、なんかね、長谷川さんが、はい、いよいよパクられたって話。パクられたんですか。違いますか。密輸したんですかね。とうとう、いろいろ不法入国が悪らしくですね。今週は長谷川さんお休みということで、はい、ね、一説にはね、木野くんが毒を持ったんじゃないかという話がありますけど、このポジションをいただくためにということにですね。で、改めまして、はい、はい、改めて、木野です。よろしくお願いします、はい、木野さんでございます。ありがとうございます。はい、はい、もう私が今年一番推してる笑い芸人さんでございますので、そうそうそう、もうなんとかその期待にね、応えれるように、まあ、おいおいこれからまた、はい、ご紹介もしてまいります。はい、はい、まずはいつものレギュラーコーナーということで、はい、はい、日曜日は、はい、旬な人占い。はい、今日はどなた様でございましょうか。はい、今日はですね、こちら、はい、はい、旬な人、はい、田中直樹さん、ね、小日向志恵さん、そうです、ね、ココリコのお二人の、背の高い方田中さんと、はい、こちらでございます。小日向志恵さん、はい、はい、で、まあ、ね、非常にもう知名度の高い方ですから皆さんご存知だと思いますが、先頃離婚を発表されました、はい、ね、もうなんか10年以上経ってすごいおしどり夫婦、はい、そうですね、有名だったですよね。番組でも結婚した後も共演されてましたしね。そうです、なんかもともとね、番組で一緒したのがきっかけだったとかいう話ですね。ああ、そうです、はい、はい、そうそうそう、お笑い番組で、お笑い番組で、そうです、はい、で、なんかそのスピード結婚と、スピード結婚でね、いやー、ちょっと意外ですけれども、はい、はい、それで、まあ、一応占ってみまして、はい、お二人の生年月日からこう見てですね、あ、はい、小日向さんの方がやっぱりすごく変わった星を持ってらっしゃる方ですね。変わった星、うん、はい、ね、田中さんはね、かなりやっぱり常識人の星というかですね、すごくこう整合性の取れた星回りを持ってる方なんですけど、はい、小日向さんのってすごくこう、なんていうのかな、こう偏った星の持ち主なんですよ。はいはい、偏った、まあ、うん、はい、で、相性ってこう、なんていうかな、似た者同士で良くなる2人っていうのもいるし、はい、逆に補い合うような意味で全く異質なのでこう合う2人っていうのもいるんですよ、はい、でこのお二人の場合には星だけから見るとおそらくそれぞれこう補い合うものがちゃんとあったんだろうと、はいはい、でいわゆる相性的な問題としては、はい、全然悪くないんですよ。おこの辺もちょっと面白いところなんですね。そうですね、そうだから、まあ、そのもともと多分そのいきなりこう、ね、番組で一緒になって、はい、気があってすぐ結婚に至ってっていうのも、まあ、ある意味相性の良さのなせる技であって、あ、そうですね、でしかもその今回のことがあるまでは、はい、何の悪い噂もなくって、そうですね、すごく、はい、おしどり夫婦ってことの代表みたいな感じでしたもんね。そうそう、もう確かお子さんもお二人いらっしゃるようなね、はい、円満なご家族だったと。で、まあ、その辺は確かに相性から見て非常にいい相性だ、はい、なのになんで離婚に至ったのかっていうところなわけですよ。はい、気になるところですよ。ここ一番核心に迫るところなんですが、はい、また明日と。いやこれは明日なんですね。引っ張る引っ張る引っ張りますね。明日見ないと損しますよ皆さん、はい、はい、明日必ず見てください。はい、また明日。